はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん、レゴネックスナイツ移動要塞フォートレックスです。はい、2016年6月11日本日からですね、はいはい、レゴネックスナイツのテレビ放送が開始されましたね。はい、先ほどまでちょっと見てました、はい、こちらね、うん、はい、これはですね、テレビ東京系でスタートするみたいで、うん、だからね、地方によってはこれ見られないんだね、うん、でもなんかね、YouTube でも見られるよって書いてあるんで。そうなんだ。そうそうそう、だから気になった方はぜひ YouTube で見てみてくださいね。はい、はい、それでは今回はこちらのでかいセットを作っていきたいと思います。はい、じゃあ作っていきましょう。はい、はい、ということで完成しました、はい、こちらが移動要塞フォートレックスです、はい、でかい、でかいですね、はい、こうやってね見ると分かると思うんですけれども、キャタピラーがついてますね、はい、キャタピラーでこう移動するんだ、うん、おー、ちゃんと動くね、キャタピラー。そう、これね、ゴムのねポチポチがついてるので、ちゃんとね滑らず動かすことができる。ほんとだー、これいいね。これいいよね、うん、うん、でね、かなり武器も充実してます。はい、はい、こことかね。そうそう、これね、ガトリンクガンみたいなのがついてて、回すことで弾がパッパッパッパ発射するんだね。あとで寸劇でお見せしますよ。はい、門みたいな感じになってますね、うん、で、後ろにこのね回すところがありまして、これを回すとこうやって出てくると、うん、で、プラス上のこのねビークル、うん、ビークルとキャノン、うん、これが出てくるわけですね、うん、これね、猛烈にすごいよね。このレバーを下げると発射しますね、いくよ、うん、こんな感じね。すごいね、これ結構威力あるよね、うん、そしてこの中にはですね、はい、クレイがいますね、はい、ちっちゃなビークルに乗って出てきます。はい、クレイこんな感じですね、はい、いつものクレイの剣を持ってて、はい、盾もここについております、はい、これは相変わらずゲームで読み込めますね、はいはい、そしてこのフォートレックス城なんですが、横側にですねこのようなキャノンがついてますね。おお、すごいよね。でもこれは発射はできませんね。あ、これは発射できないですね、うん、相当の武器だね、うん、こういうところとかね結構ね頑丈に作られてますね、うん、で、一番このお尻の方、ここにですね、つまみがありまして、これ回すと、はい、ここが開くようになってます。開くようになってて、はい、こんな感じで中が見えるようになってますね。ここなんかバトル専用のボットみたいのがある。そうだね、これ多分練習用のボットなんだろうね、うん、で、これ的とかありますからね、うん、で、こっちにはシェフエクレアがいますね。そうですね、これはシェフのボットだね、うん、で、ここでなんかチキン焼いてますね、うん、チキンが入ってます、はいはい、で同じようにこちらに砲台がありますね、うん、ここなんかドリンクやるやつみたい。そうだ ね、 あね、あ、ここにコップあるからね、ですね、そうだね、うん、これマーロックのこう何ホログラムみたいなのがありますね、うん、これ多分会議するんだ、ここで、うん、で、ここは一応椅子がですねこんな感じで開きまして、開くんだ、ここにみんな座ることができますね。あ、こうやって全展開して、うん、前からこう全力攻撃みたいなのもなんかできそうだよ ね、 はい、ね、うん、確かにそれありだね。ここにもですね、なんかこうターゲットみたいな、そう、ターゲットみたいなのがあって、こちら側は牢屋みたいになってますね、うん、ここにジェストロ入れるとか、うん、まあ、そんな感じなんだろうな、悪い方ね、うん、入れるとか、はい、はい、それではミニフィグ紹介していきましょう。まずこちら主人公のクレイですね、はい、はい、これはまあいつもあるセットとか一緒だね、はい、長い剣に盾ですね、うん、はい、続いてこちらアーロンですね、はい、アーロンは緑のアーマーですね、はい、これをやるとこれは発射できます。そんな感じ、発射した、そんな感じですね、うん、続いてこちらがアクセルです、はい、これはねかなりごっついね、はい、あの上半身が普通のレゴのミニフィグとは違いますね、はい、手も別のパーツになってます、うん、はい、これ斧みたいなやつ持ってるね。斧ですね、うん、あとはネクシールド、うん、続いてこちらスクリアですね、はあ、ちょっと名前が読み方わかんないわ、うん、これがダイナマイト持ってて、こっち槍持ってますね、うん、なんか顔違うね、うん、今日の放送でもこれちょこちょこ出てきてたね、うん、そしてこちらが、ついてきた敵のアッシュアタッカーですね、はい、これはこのなんか牙みたいなものがあって、ここにですね弾セットできるんだ。これをガチャコンと、これを後ろから押し込むと弾が発射されます。いきますね、はい、せーの、こんな感じ、発射したね。あとフォートレックスの下のこの部分、はい、この部分にも先ほどと同じギミックがありますね、はい、ディスクセットしてみてください。ディスクセット、はい、そしたら後ろのレバーを押すとこんな感じで飛びますね、はい、はい、ここにも武器あるね。そう、ここにもですねちょっとちっちゃな武器があって、これもまあ発射できます。
こんな感じね。あとは城の中にですね、この2つのネックスシールドが入ってましたね、はい、これももちろんアプリで読み込めます。はい、野郎ども総攻撃だ。ああ、こっから先は倒産、私たちがここは守るわ。よし、お前たち行くぞ。うわー、お前たちそんな強かったき、あー、隙あり、うわー、くそー、どうやら、うわー、あははは、隙あり、うわー、よし、今だ。ハルバート、大丈夫かしら。オスは大丈夫じゃ。お待たせしました。おお、助かった、助かったわ。何、あれはフォートレックス城。みんなで力を合わせて倒そう。行くぞ。うおお、タン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 、おお、こっちも行くぞ。うわあ、よし、とどめだ。あれ、何もなくなっちゃった。ちくしょう、覚えてろー。はい、ということで今回はレゴネックスナイツ移動要塞フォートレックスでした。はい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか。はい、かなりね、パパ VFX 頑張っていい感じに寸劇ができたと思うんですけども、いかがでしたでしょうか。よかったね、うん、もしですね、この動画が良かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンをお願いします。はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。お願いします。そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。それとマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、ぜひそちらのフォローもお願いします。はい、お願いします。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。